ニョー TV。 はい、おはようございます。おはようございます。来ました、今年も。わかります？あれですよ、あの日本一綺麗な施設、はい、北海道ですね。北海道恵庭のテンパウンドさんに、2016年初ですね、お邪魔してます。で、今季節は、これいつ放映するか分かんないけど、季節は、5月末ですね、はい、で一番いい時じゃないですかね。雪が多分5月初めの方まであって、で池の状態もなんかいい感じで魚もいっぱい見えるん で、 でこれからまあ北海道寒釣りのシーズンが本格的になるなっていう感じですかね。今年は何回北海道来るんですかね、はい、一応じゃあそういうことでひっそりとひそやかに釣りたいと思います。私含めて1、2、1、2、3、4、5、6名かな。で今の、カズ釣りエリアの方、セカンドポンドの方が誰もいないので、こっちからちょっと釣ってみたいと思います。リアフック、はい、キメラですね。キメラですね、はい、キメラ 0.5 ですかね。ホワイト、これ25番だね。蛍光ホワイト売ってないよ。売ってない、いいの、はい、で行きたいと思います。じゃあいつも得意なポジションから、はい、でここは魚が半端なく引くんで、ちょいドラグ緩めで行きたいと思います。おかしいな、行きます。え、こっちはダメだね。了解。ちょっと魚がいるかどうかだけ。ああ、やっぱりいる範囲が手前っすね。あ、スイッチ入ってるね。なんかでかい魚いっぱい出てきてスイッチ入ってますね。今年の初10パウンドフィッシュ、10パウンドパワー。ひったくってるね、完全ひったくってる。なんだっけ、缶抜きにフッキングしてますね。缶抜きないねだね。はい、ラーメンフェアの方が気になってる人が一部いるんです。九州からとかもいっぱい出店してるんだって。はい、じゃあ行きます。今度はゴーゴージュニアでドッケーン。今回いろんなロットを試しますよ。はい、今度は、はい、一発目だね。小室君、キメラ 0.5 のペナルティですね。うわ、魚スイッチ入りまくり。他の魚一撃だったね、ペナ。これさ、ネットがでかすぎて魚がめちゃ小さく見えるんだけど、すごい。でも元気、うん、めちゃ元気。ちょっとギリギリ狙います。来たね、来たね。うわ、見た今の。食い下げ、食い、うん、食い下げてきましたね。そう、落ちてくるやつをジャンプしてから最後に食ったみたいな。エステル、どうすんの。頑張れ。70分かけるよ、70分。そんなすごくでかくないんだけど、めっちゃ引くんだよね、やっぱり10パウンドさんの魚は。冬超えてますからね。これホワイトのフィールで、綺麗だな。初めはこんな綺麗なんだな。うわ、竿の曲がりがすごい取れてる。うわー、小室君でかい。40割るよ、10パウンドパワー。やっぱり北海道まで来る回はあるよね、テンパウンドさんは。やっぱり違うよ、魚の引きが。うわ、いいとこ。うわ、今度また尾びれ、尾びれに注目。この尾びれ、この尾びれ、ほんとすげえよね。体の大きさぐらいあるからね。ほんと体の大きさあるよね。はい、また食べる系で。ペナの方が反応すごいね。
やっぱり。やっぱ潜っちゃうんだよな、多分ね。ああ、来てるのにな。来てる。ここで一回潜らせようか。ボトムつけないでトレースしてみようか。あ、食った、食った。あ、これか。なんかボトムトレースみたいな技をしなきゃいけないわけ。面倒っちいな。普通に投げて釣れてほしい。これいいやつ。ちょっと一応左見切られない程度に場所変えます。風強えな。来た来た。今のはまた抑え込みましたね。抑え込んだね。やっぱ表層シェイク面白いな。ハマると。完璧だね、これ。あんだけ首振っても外れない。フロントで完璧なフッキング。あー、いいとこ食ってんな。ズドーン。撮影できない。元気な魚。これもひったくりだよね。抑え込みひったくり。ちょっとこの角度でいくよ。ここからだよね、すごいの。ここもすごいよね。ここもここも。来た来た。見て、小室くん取れた。これ50あるぞ。やっべえぞ。これ取れたらもう終わりだけど、仕事。これが切れなければエステルが。これは時間かけるよ。これ取れたらもう今日仕事終わりでしょ。うわ、いや、小室くん50どころじゃないぞ。やっばい、これ切れたら。これ50どころじゃない。まさに、まさに、まさに今日ラーメン5杯食う小室くんにとってすごいかもしれない、これは。うわ、何センチ。やっべっぞ、これこれから走んのかな。意外と走んない。意外と素直。なんだこいつ、モンスターだよ。頼む、エステル頑張って。エステル頑張って。取り替えちゃうぞ、お前。取り替えちゃうぞ。うわ、頼む。これ向こう取った方がいいんじゃない。切れた時のために。あ、体巻いた。取っといて、取っといて、ね、切れた時のために取っといてよ、魚を。そうだよね、そうだよね、こうだよね。これじゃなきゃいけないよね。そうだよね、走るよね。よかった、空いてて。頼む、頼む、頼む。時間かけるよ。20分かけちゃうよ、もうあの加賀さんみたいに。うわ、今緩んだ。今緩んだ、やべえ。フックは伸びないから、フロントなんで。うわ、これ魚取れてる。はい、魚取ってね。俺はどうでもいいから魚取って。バレた時のために。エステルだから、なんだって。うわ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 、長い長い、でかい、太い。マーカーリーダー、めっちゃ見える。いきますか。いいですか、この行くよ。どうもちょーいった。50あるな。50絶対あるな。楽勝だな。おお、50楽勝だね。楽勝ありますね。60あるかな。うわ、もう音が違うもん、うん、すごい太い。いや、ありがとう。よかった、テンパウンドパワー。幅も太さもある。写真はいいですか。このさ、あ、また来てる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 。あの、多分角度がいいんだよ、ルアーの角度が。ちょっと多分ない角度で動いてるから出てくんじゃない。来た。
やばいね今日小室くん、何これもう今日夜編集。おおすげえ。これはでもさ、これでも40ぐらいじゃない、40でこれは40ぐらいじゃないとか言って冷静になってるけど、すごいんだけどさ、やっぱテンパウンドさんも違うな、魚が同じサイズでもさ関東とはまた違うんだよね。40ないもんねこれで。うん、本当尾びれすごい。尾びれの癖がすごい。すごい、もうもうもう単純に単純に尾びれがすごい。単純に尾びれがすごい。うわ。これ皆さん言っとくけど、ネットめっちゃでかいんだからね、これ。俺のネットだったら、そう、俺のネットだったらこれはみ出るぐらいなサイズなんですよ、実際は。もう単純に魚が引く。長すぎるな、これ。じゃあちょっと魚こいとき行っちゃいます。波が収まったんで、風が収まったんで、出てこいよ。来た。今のあれだね、ちょっと抑え込まれちゃった、あの表層じゃなくて下からバクって壊れちゃった、飛び出さなかった。なんかちょっと調子乗ってるぞエステルなのに、強気で寄せてるぞ俺。おっしゃー、なんでこんな釣れんの、テンパウンドさん。うわ、また尾びれ綺麗だなこれ。一斉尾びれだね。わけわかんない。うお、すごいね、キメラペナルティー、やばいね、キメラ。キメラファン多いからね、いまだにキメラばっかり使う人いるから。いきます。最高でしょ、出てくるなら今でしょ、出てこい。うわ、ミスったよ。必ずの辺ですよ。うん、必ずここ、まあ、あー今の追従、追従。あー、やめた。来た。うわ、来た。見た。無理でしょ、今の。無理じゃ、さすがに。ごめん、取れた。取ってました、ずっと。フォール中だ今の。こいつでかい、40ぐらいあるかな。うん、うわ、ヒレがすごい、半端ないねこのヒレ。背びれ、尾びれ。うわ、取れた。もうダメだね、もうダメだね、見えないよね、もう。これすげえ元気。これエステル大丈夫か、すげえな、エステル。新しいエステル、バリバスさんの新しいやつね。いきます、インレッドの方に向かって投げます。はい、で、ちょっとこれもシェイキングでずっと持ってきますね。あ、来た。叫んじゃったよ、キメラ 1.2 でシェイキングで出てきた、表層シェイクで。さらにこれは P60 ジュニア安心、 P プラスマカリダ3ポンド安心。これがこのサイズだ、出てきたの。これリリーサーでいいですか。はい、はい、1.2 キメラペナルティですね、リアフック。ほんと元気だこの魚。こういいね、表層だよ、やばくないこれ。やっべっつ、今日朝3時半に起きた甲斐があるな。いきます。はい、もう一回シェイキングで、表層で足元までいきます。はい、ちょっと早く引かないとやっぱりキメラ 1.2 なんで。あ、ついてきてる。あ、来た来た。これ来るぞ、これ。これ来た。来た。待った甲斐があった、ロッド持ち上げて。なんかやばいな今日、超高活性だな。俺はほぼ釣れてるよね。ほぼ釣れてる。ほぼ釣れてる。カウンターは押さないよ。じゃあこのもう一回いい。はい、駆け上がりちょいインレット気味いくね、もう一回。
飛んだなこれ、3分の2ぐらいいってんな。来いよ来いよ来いよ、出てこい出てこい出てこい、あ、来た、やったー、来たー、なにこれ、今日取れた、いや、これツナさん超える、やばくない小室くん、え、ひったくってひったくってる、上顎表層シェイクで上顎、でも藻が一切ないから釣りやすいね、この時期いつもね藻が出たりするんだけど藻が全然ないからすげえ釣りやすいよ、何これ、一回 こっち行こうか、俺からも光って見えないけどルアーだけがなんかルアーだけは見えてるね、ルアーだけは逆なんで、あ、来た来た、これ食った、食った、すげーでかいっすよ、うん、これは取れなかったっすけど、うん、すげーでかいっすよ、さっきよりでかいっすよ、マジで、はい、あ、ほんとだ、すげーでかいっすよ、ピー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 、大丈夫、主主主、でもさ、でもさ、上で買った方がいい、でもこれ主とか言ってるとやっちゃうからいや、この不安定なところでこれでもし逃したら、あ、これはでかい、アメリカアメリカ撮ってるね小室くん、バレた時のために超アメリカ超アメ、あ、これ一気にいける一気にいける、これね、遊ばないで一気に入れちゃうよ、うわ、あ、これでけえ、これやっべやっべ、小室くん尾びれ見て、うわこれやっべっぞ、すげえこれ、今日一番でかいね、なんかあの空飛ぶ恐竜の口みたいなよくわかんないテラノゾン、あテラノザウルスじゃなくて、これいいの、はい、これのままいいの、もうリリサでこんなでかいのに、はい、いいよね、はい、なぜかカズ釣りエリアで数も釣れたけどサイズもビッグが釣れちゃったんですね、なので今度は大物エリアで、はい、でもあれ以上ビッグなのいるの、半端なくでかかったよさっきの、すごいねこれ、来い、ちゃ、来た、今の無理だね、これでかいでかい、今の無理だよ、でかい、なんか今日やばいな今日、うわうわ、ピーピーピー、大丈夫大丈夫大丈夫、ピー、この尾びれのが体よりでかいってのは何これ、あ、なんかマスちゃん、マスちゃんが来た、マスちゃん、日テレのマスちゃん、なんかすごいねこれも、おいいね、綺麗だな、結構くらいでますね、うん、競争シェイクでここまで来るんだからな、がっつり、あ、来た来た、うおー、ピーピー、あ、ピーピー、小室くん、ネット悪い、やっちゃった、ごめん、いきなり来ちゃったよ、アメリカ、アメリカ、久々、小室くん、小室くんキャッチ、コムタンキャッチ、今取れないよね、いきなりだもんね、コムタンキャッチ、今のいくらなんでも取れないでしょ、いくら表層でも、完璧だったね、一投目だったね、もう言ってた、一投目だから、うわ、これも尾びれすげえ、いきなりですね、あ、来てる、来た来た来た、よし、でかい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 、超でかい超でかい、よし、超でかい、40ぐらいか
わこれ綺麗だな魚。うわ来た銀鮭。うわ引くよ。うおこれシルバーサーモン見てた。これ超綺麗。ヒレやばいやばいよこのこのこの。うわどこのエリアもボコボコ釣れちゃうじゃんこれ。どうなっちゃってんのテンパウンドさん。これこの何だっけ波動 0.8、はい、スパークスパークですね。ベジグロライズウッチ。さうわ一撃ライズ一撃ライズちょっと早すぎたよね。一ライズ。見えたんだよ。見えてシェイキングしてフォールしたら食いやんの。そこそこいいよね。え、立派ですよ。元気だな。なんとこ、なんとこ。これいけんじゃない。来てる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 。今お腹見えた。お腹来た。お腹来た。やったー。なんか天才かな。まあ、自分でびっくりしたわ今。来ると思ったんだけど来ちゃった。でかいよ。やっぱいるんだねこういうとこは。さあこれで最後だな今日は。上がります。もう5時だし。ああ楽しかった。今日朝3時半に起きた甲斐があった。今日一番引くんですけどこれなんで。これが佐藤さんが言ってたやつかな。引きはすごいよっていう。同じサイズでもこっちの池は引きがねなんかすごいってさ。風もすごいけど。すごいお腹パンパン。うわ本当だこれ詰まってる。入ってる。入ってるこれ。これなんか魚かなんか食ってるぐらい膨らんだもんね。いくらいくら？いくら。いくらかラーメン。え？いくらかラーメン。今日絶対ラーメン行くなこれ。もう間違いねえなここまで言ったら。もう二言目にはラーメンが来るから。これラストね。すげえ出ようとして本当出ようとしてんね。出ようすごいね。はい来ました。強風の中来ました。上がります。これ3桁いっちゃいますね今日は。すげえ数も釣れて数も釣れてデカさも釣れて魚種も釣れて完璧。
どっかでも釣れるよね。